そろそろ東京農工大学へ行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は6つ。そして、設問形式こういう感じになっておりますので、頑張っていきましょう。サメさん、第一段落でございます。皆さん、注釈ついておりまして、こちら古典学者ですからね。それを踏まえて、一読をしていただいて、もう皆さん、この問いの一番ですね、解いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、河川部のですね、ソートという話が、こういったところに皆さん、言い換えられてるんですね。ですから皆さん、これも選択肢いけるかと思いますが、このナベルソートの言い換えが見つかりそうですよね。ですから正解は3番ですよね。皆さん、文末ニューシンキングという話がありますが、新しい考え。まさにナベル、新しい、ソート考えということで、言い換えバッチリです。さあ、皆さん、問いの4番は内容一致問題なんですが、皆さん、選択肢のまず1番ですね。これが合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、エリックとかデイビッドという登場人物は出てはいるんですが、皆さん、エンタイアリーサポートですね。全面的に支えてます。支援してます。正しいと考えてる。と言えるかというと、そこまでの記述はないかと思いますので、1番は×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、注釈が2つついておりまして、まず、メタコグニティブですね。自分で自分の心の働きを監視し、制御するようなという意味でございます。そして、こちら皆さん、明らかにということですね。で、皆さん、それを踏まえて、一読をしていただいて、皆さん、問いの2番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、以前からですね、いろんな動画でお話はさせていただいてるんですが、皆さん、この however ですよね。対比を表す表現。もちろん、but なんかも有名かと思いますが、そういったところが最大のヒントを我々にくれますので、今回もこの空欄 X のヒントになってるかと思いますので、この however、そして impressive ですね。これを踏まえて、どうでしょう。で、皆さん気づいていらっしゃるかと思いますが、インプレッシブ、印象的なという表現ですね。プラスの価値観でございます。それに、however がついているので、どれほど印象的であったとしても、ということで、対比の関係になるので、空欄 X にはマイナスをイメージしている表現が入るはずですね。ですから正解は1番ですよね。コスト、費用、代償、犠牲、マイナスの価値観を持った表現ということでよろしいかと思います。で、皆さん、2番のベネフィットは恩恵でございますね。これも絶対プラスの価値観ですし。で、3番とか4番とか、これもプラスでもなければマイナスでもないので、やはり1番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、注釈はですね、ウガリット語の稼働語の文学。で、ロゴシラバリーですね。これをちょっと踏まえて一読していただいてですね。そして先ほど問いの4番、内容一致問題なんですが、この3番が本文と合致するかどうかをちょっと先に検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、その選択肢の3番、これ皆さん、×でよろしいですよね。皆さん、うがり語の話はここに書いてあるんですが、皆さん、ここを読んでいただけるとですね、アルファベットのようなシステムというふうにしっかり書かれております。ですから、3番のこの文末ですよね、ノンアルファベティック。これが皆さん、本文と合致しないので、3番は×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、先ほどの内容一致問題の続きなんですが、今度は皆さん、この4番をですね、検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず一つ目のヒントは、やっぱり but ですよね。先ほど however が出てきましたが、やはり対比を示す表現ですね。これを含んでる文章中がヒントになってくる可能性が極めて高いですよね。で、皆さん、ギリシャのアルファベットが、まあ、ユニークなのかというところで皆さん文末クエスチョンマークありますよね。ですから、あえてこういう形で疑問文で我々に投げかけているということは、
おそらくユニークではなさそうですよね。ですから4番のこの中盤のザ・グリークアルファベットアズレスユニークと言い換えられそうですね。デビさん、ハブロックの話はここに書いてますけども、このハブロックのところですね、こう皆さん文末まで読んでいただきますと、ノンアルファベティックという話も書いておりますので、アルファベットを否定してますよね。で皆さん選択肢文末にこれですね、二重防線のところですが、彼がこのアッカド語の文学を研究していたらという話で仮定法で書かれております。ということは実際には研究していなかったわけですから、皆さんここと合致しますよね。ですから4番はまず一つ目の正解ですね。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、注釈ついております。より包括的な視点、そして反復ですね。これを踏まえて、この下線部2番でございます。皆さん、これも和訳でございますので、このタイミングで考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、和訳いってみたいと思います。皆さん、本文を書き出してですね、そして皆さん模範解答下に書き出しておりますので、ちょっと皆さんこれをご覧になりながらですね、聞いていただけると嬉しいかと思います。まず一番先頭ですが、As humans learn to use、点点点ですね。もちろん皆さん、humans が主語。で、learn to use 動詞でよろしいかと思います。でもちろん、ユーズは使ったよー、なーにょーということですので、他動詞。で、皆さん、リトンラングイッチが目的語ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ちょっと先にお伝えしておきますが、皆さん、ランと不定詞の訳し方は大丈夫ですか？うんたらかんたらするようになるという意味でしたね。ですから、皆さん、黒板で言うと、このあたりですかね、使えるようになるということでございます。大丈夫ですかね。そして、皆さん、more and more precisely は、皆さん、これもさすがに ly ついておりますから、副詞。言い方を変えると、まあ、m ということでよろしいかと思います。で、皆さん、これもちょっと先にコメントしておきますが、皆さん、この as の訳し方は大丈夫でしょうか？いけますかね？皆さん、more and more ということで、皆さん、比較級を示す表現があるんですね。で、皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、比較級を示す語句。これと皆さん、as を併用すると、うんたらかんたらするにつれて、みたいな感じでこれでございますね。いわゆる、まあ、比例という訳し方になるんですが、もちろんそれを知りませんという方実際いらっしゃるかと思いますので、これでございます。皆さんスマホでご覧になっているかと思いますが、皆さん画面の右下にこのボタンがあるかと思いますので、皆さん押していただけますと、もうすでに動画でですね、説明させていただいておりますので、それのリンク先貼っておりますからね、もしこの後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さんそれで行くと、比較級と併用しておりますので、うにゃうにゃにつれてということでよろしいかと思います。で、その後皆さん、to convey their thoughts ということで、ちょっと皆さんまた別の動詞が出てきますので、色分けさせていただきます。もちろん、convey は、伝えてよー、何よーということですので、他動詞。で、their thoughts が目的語。こんな感じですね。そして、その後皆さんまたさらに SV と言いますね。the capacity for abstract thought and novel ideas ということで、このあたり皆さん前置詞プラス名詞でございますので、ですからまあ括弧して M ということでよろしいかと思います。で、もちろん一番文末のアクセレレイティッドが動詞でございますので、ってことは皆さん主語はこのあたりだろうということでバッチリです。で、問題は訳していく順番なんですが、まずはやはり主語のところが一番最初ということでよろしいかと思います。そして、皆さん、動詞のところはなるべく後回し。最優先は皆さん、後ろの方でございますからね。で、じゃどうなってますかっていうと、皆さん、この青色のところがですね、おそらく、うんたらかんたらするために、という感じで、右側から左側に訳し上げるような感じになるかと思いますので、ですから、皆さん、このあたりですかね、丸2番。で、動詞をなるべく後回しにして、こんな感じですね。そして、あと皆さんこれも M ですね。もう以前からお伝えはさせていただいておりますが、皆さん基本的に M は右側から左側。ですから、
青の3番の後でございますので、このあたりが4番目。そして、ラングイッチにかけていくはずでございますので、このあたり5番目。で、動詞をなるべく最後に回し。で、うんたらかんたらするにつれて、という感じですから、こういうふうにまず前半は決まっていくかと思います。で、あとみさん、この緑のところですが、前置プラス名詞 N はやはり、これですね。右側から左側でございます。ですから、主語を最初に優先的に訳すんですが、このあたりがおそらく8番目。で、主語に戻ってきて、そして動詞はなるべく最後に回していただけると、綺麗に決まってきますので、順番皆さんこんな感じになるかと思います。で、皆さん下の回答を見ながらちょっと聞いていただきたいんですが、まず人間が、後ろの方ですね、自分の考えを伝えるために、ますます正確に、より正確に、書き言葉を使えるようになるにつれ、ですね。なるにつれて、で、抽象的なことを考えたり、もしくはナベルアイディアです。新しいことを、新しい、まあ、考えですね。アイディア。それを思いつく、着想するためのキャパシティ、能力がアクセレレート加速いたしました。もしくは急速に伸びました。みたいな感じで訳していただけるとよろしいかと思います。皆さん、続いて内容1問題の続きでございます。皆さん、この選択肢の2番が本文と合致するかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、この書くという行為の話がこのあたりに合致しますよね。ですから、書き言葉に変える、そういう行為でございますので、バッチリですね。そして皆さん、リリース、解放して、そして変える、変化させる話ですが、これが皆さん、リベレイツとか、オールターということで言い換えられてますよね。で、皆さん、本文、考えという話も、ヒューマンソーツ、そして全部ですね、言い換え可能でございますので、2番は正解ですね。で、皆さん、続いて第5段落でございます。皆さん、注釈ですが、芽生えさせる、創造的な、相互依存状態ですね。で、これを踏まえて、皆さん、一読後、選択肢5番。皆さん、これが合致するかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、本文と選択肢がですね、なんか一致してるような感じはしますよね。ですが、本文は writing and thinking。で、選択肢は speech でございますので、これは言ってることが違いますので、×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、最終段落でございます。注釈ですが、皆さん、音節文字。初心者の。そして、実りの多いですね。これ皆さん踏まえて一読をしていただいて、あと皆さん内容一問題ですね。6番と7番残ってますが、どちらかが正解で、どちらかが×ということでございますので、そのあたり検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さんまず選択肢の6番から行ってみたいと思いますが、この三角括弧で囲ったところですね。Increased efficiency of alphabetic and syllabary writing system ですね。それは皆さん本文中このあたりと合致してますよね。そして選択肢後半の More people to create new ideas ということで新しい考え方を作り出すことができますよという話はこのあたりですよね。で、皆さんグリークアルファベットの話も皆さん段落の一番最後に書いておりますので6番正解です。で、皆さん自動的に7番は不正解になるんですが、ダメなところは、例えば unrelated ですね。関係がないという話ですが、皆さん読んでいただけると、関係ありありの話でございますので、7番は×ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。東京農工大学和訳と、あとは皆さんマーク式が多かったですが、皆さんやっぱりヒントはこれでしたよね。
で、他の動画でももう何回もですね、お伝えはしているんですが、対比、まあ今日で言うと、まあ、but とか however を含んでる文章中が、我々にヒントを投げてくれますので、ですからそれを皆さん意識しないよりかはですね、した方が何か発見があったり、正当に早くですね、結びつくかと思いますので、この後に皆さん頑張っていただけるといいかと思います。そしてこのヤダチとスタディでもですね、これをなるべく、意識してですね、まあ皆さんに対して、まあ注意喚起じゃないですけども、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。